宮殿が見えるんですけど、見えますでしょうか。でね、今回の旅行、タイとそれからパリで、このポケフィーっていうね、いろんな国で使える、ポケット Wi-Fi を使ってるんですけど、今日非常に使いにくい特性があることに気づきました。ね、さあいざベルサイユ宮殿行こうかと思って、まあ、時間を調べよう、バス出てんのかな、歩いていく方がいいのかなと調べようとしたらね、全然これは繋がんなくなっちゃったんですね。で、なんで繋がんないんだろうと思って、ログインしようにもログインもできないと。で、あれやこれややってですね、分かったことは、これ初めから5ギガついててですね、追加で5ギガ買ったんですけど、予備の5ギガがあって、追加で買った5ギガが使い切ってですね、予備の5ギガに切り替わるのに、だいたい1時間から2時間、繋がんない時間があります。で、その間ね、ログインすらできないと。まあ、非常に、まあ、不便というかね、あらかじめアナウンスしとけよって感じなんですけど、もうどうしちゃったのかなと思っていろいろやったらですね、どうやら、繋がって確認したらですね、追加の5ギガ使い終わったと。まあ、そのせいで、まあ、切り替えの時間1時間から2時間の間、繋がんないと。まあ、分かってみればね、切り替えの時1、2時間使えないことがあるというだけなんですけどね、分かんないとどうしようと、まあ、サポートセンター連絡しようかな、どうしようかなとかいろいろやるんで、まあ、日本のサービスだとね、こんな使いにくい特性はないんですけど、まあ、これは、メーカーは香港かな、で世界中のいろんな、携帯会社と提携してローミングで、データを、受け取るように通信しているという形です。ただね、海外のサービスだと当然案内されてなきゃ使いにくいだろうというようなね、案内が平気でされてないとかいうのがデフォルトなんでね、やっぱり海外旅行の際とか、まあ、輸出あるいは輸入をする際はね、特性分かってないと慌てると、大変なことが嫌になっちゃうということがありますのでね、ポケット Wi-Fi の使い方、ポケフィーは切り替えなさい、1、2時間使えないと、その間ログインすらできなくなるというのをね、知っておくと慌てないかなと思います。以上、テンパアカデミーのリンクでした。